皆さん3連休明けどう過ごしでしょうか。うーんってこういう最近こういうやつのね編集はねいろいろちょっとめんどくさいんで僕はやらないんですけども、どうもしょうびです。お願いします。今日24日ですよね。だからクリスマスまでちょうど1ヶ月になったんですかね。クリスマスイブまでね。まあでも撮ってる日が11月23日なので、ここに今いるねスカノールが超究極にねこれから来る、まだ時間が15時9分なんですけども、これから来るであろうに刺さるんじゃないかなと思って厳選はしてるんですけども、1体しかいないんですよね。まあ今回はもうそろそろねモン玉が切れてしまうということなので、これをまあね引くんですけども、その前に特玉がねありますので、トッキー引いて、まあこれでもう一体エスカおじさんが出てきてくれたらいいかなっていう。ああ何も言わない。何も言わない。まあまあもうまあ、でもそうだよ、俺止まらなくたって出るんだよ、出るんだよ、出るんだよ。まあ出ないんだけど、うん、これはまあいいや。うんでもエスカノール今日超アップだから、あ、23日はね、これね、ね、また来た時に超アップの時引く人増えるんじゃないかなっていうふうにちょっと思っています。ということで行きましょうか。9875だけど、もう行っちゃう。行っちゃう。欲しいのは今ね、超今ね、ステッキが欲しい。厳選するのがちょっと疲れてきたから、ステッキが欲しいかな。で、ちょっとね、このぶっといこのヘッドホンで音聞きながらね、いきますよ。それでは、参りましょうか。これすぐ戻っちゃうんだよね。間違えちゃうんだよね。じゃあ行こう！前回50くるってきて、溜まったので、今回多分ね、10ぐらいしかもらえないような気もするんですけども、さてどうなんでしょうか。うん、消臭力トイレ大好き、消臭力僕も好き、消臭ポチョンピカピカピンピカピン、こんにちは、こんばんは、おはようございます、こんちゃんです。バカ野郎。はい、というわけで私がおそらく3番目になるかと思うんですけども、いやーモン玉たまりましたよ。レベル 5M ということでね、引いていきたいと思うんですけれども、今回でモン玉リドラもたまるんですが、もうね全キャラ持ってるんですよね。ヘスティアもカエノ姫もローゼンクロイツもカグチも持ってるということで、一旦このモン玉リドラはステイしようかなと思っております。とんでもない化け物級のモンスターが実装された時に全突破全ぶっ破しようかなとは、考えておりますので、よろしくお願いします。ギコちゃんが狙うキャラクターはなんだろうな。あ、マジこれ出んの、これエンジェリーディーバ、これ出そう。隣に座していらっしゃる俺の大好きな、推しキャラのツタンカーメンはいらない、マジいらない、いっぱい持ってんだよ。なんで推しかっていうと、まあ、見た目とかじゃなくて演出がすごい良かったっていうね、そういう理由だって話は何回かしたことあると思うんですけども、はい、まあ、そんな理由です。で、おまけ、どうあがいたって一番左のフエルビスケッツが欲しいね。うん、じゃあ引いていこう。お願いします、マジお願いします。確定とかあんのかね、一回も来たことないんだけど俺、あるんだろうな多分。ここで初確定来てくれんのか。いざストライクショット。あ、ですよね、エンジェル D はちょうだい。おまけはフエールビスケットお願い、最後の1個よ。はい、まあ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 いいか。選べるベルはまあ OK にしましょう。うん、さあ、まあ、地道に貯めて、ゲットしたモンタマリドラでございます。
いやー本当はね超究極のメリオダスとか攻略動画いろいろ出していこうかなと思ったんですけども、初見クリアっていうのがツイッターのトレンドに入るぐらい簡単だったらしくて、超究極のメリオダスが、ちょっと拍子抜けだったっていう話なんで、ちょっとこの動画は多分おそらく出さないです。はい、ギコちゃんですら一枚抜き一匹を、ゼニーにしてもクリアできたんで、多分需要ないと思うんで、はい、そんなわけで以上ギコちゃんでした。今日も見てくれてありがとう。バイセキュー。